ね、GPT-4。今まで GPT-3.5 ベースのですね、チャット GPT がリリースされておりましたけれども、これまでと桁違いにですね、学習するためのデータ量を、増やしましてですね、かなりその、まあ、いい加減なこととか間違ったこととかを言う確率をですね、激減させたと。いうことでですね、本当司法試験とかでもですね通ってしまうぐらいのレベルになってきているということと、もう一つはですね、その我々その一般ユーザーが使えるトークンと言われるですね、まあ、簡単に言うとその AI の短期記憶ですかね、ユーザーごとに割り当てられたメモリーがですね増えて、32K ですね、約3万2000文字ぐらいですかね、まあそれが使えるようになりましたということで、今まで 4K までだった、4096までだったので、ノーマルモードで 8K で、アドバンストモードで 32K ということでですね、8倍データが使えるようになって、これをまあうまく割り当てるとですね、ちょっとした人間の短期記憶レベルのことはできるようになってですね、データ量的に言ってもですね、そうですね、文庫本で50ページぐらいのデータを一気に入れることができてですね、本一冊だったらもう簡単なコマンドで、コマンドというか、簡単なリクエストで書いてくれるんじゃないかというレベルになっているということ。そしてまあ、マルチモーダル化をですね、発表してましたけれども、とりあえず、まだ我々一般ユーザーは使えないんですけれども、画像を見せて、この画像がどんな意味を持ってるのか、そういったところまでわかるようになっていると。まあ、例えばですね、まあ、いろんな例あるんですけれども、例えば、iPhone にね、この iPhone に、なんか変なケーブルを挿して、これで間違ってるところは何ですかと、ライトニングのケーブルじゃないケーブルを、例えば RGB コネクタみたいなビッて挿してる画像を出して、これはどこか間違ってますかって書いたら、いやこの RGB ケーブルを iPhone に挿してるのがおかしいんですみたいなことが、画像が理解できるだけでなく、画像のそのおかしな点の論理的な意味もわかるようになってきて、まあそれがちょっと上空っぽいってことまでわかるようになってきたので、そうですね、もう多分知能テストで、120以上はもう行くんじゃないですか、 IQ テストで。これぐらいのレベルであれば誤り訂正問題とかですね、並べ替え問題とか、それに多分 IQ テストにいっぱい出てきますけれども、 IQ レベルでも本当にのそれぐらいのレベルになってきたかなっていうのと、もう本当に誤りがかなり訂正されるようになってきたので、まあ、これまでね、子供が生半可な知識でいい加減なことを言うぐらいの感じのいい加減さが GPT-3.5 ベースのチャット GPT にはありましたけれども、それもなくなってきたということで、かなり使えるようになってきたかなと。簡単な、例えばそうですね、高校1年とか2年とかぐらいのレベルの数学の図形問題とかですね、物理とか科学の問題みたいなものも解けるようになってきてるということで、これね、この機能早く試したいですね。GPT-4 の API ですね、プログラムから叩けるような API に関して言うと、まあ今、ウェイティングリスト募集されてるので、ウェイトリストに登録しとくと早めにアナウンスされると。で、またこの GPT-4 に関して、チャットモードで使うためにはですね、チャット GPT プラスというですね、米国居住のユーザー、および多分一部のですね、ウェイティングリスト、リクエストリストに登録していた方は、月額固定で24ドルでしたかな、それぐらいのメニューに入ってる方はですね、もう今すぐ使えるチャットモードで GPT-4 が使えるということで、早速使ってる人たちいましたけれども、我々のねオンラインサロンネオ HIU でもですね、もうこの GPT 周りの話題はめちゃくちゃ話題になっていて、教育なんかに使えるんじゃないかと。まあ例えば子供のね幼児の教育とかだったら、まあ例えば英語モードにしたらずっと英語で喋りかけてくれるし、大人と違ってずっとなんでなんでって言っても何にでも答えてくれるということで、嫌な顔一つせずにですね答えてくれる素晴らしい人格になっているのでですね、子供の相手には最適なんですけど、日本語を覚えるだけでじゃなくてもですね、英語とかドイツ語とかですね、スペイン語とか中国語とか、こういったものもですね勝手に無限に覚えてくれるんじゃないかなということで、これ僕教育にめちゃくちゃ使えるなと思って、もう少なくとも小中学校ぐらいまではもういけんじゃないですかね、 GPT-4 で。まあ、これをですね、イヤホンですね、このスマートイヤホン、これでね、AirPods みたいなものをずっとつけてて、ここにエアアシスタントいて、まあ、マルチモーダル化が進むということで、これでずっとですね、GPT-4 がですね、アンサーというか会話をしてくれてるっていう状態だと、本当ご老人とかもこれつけてたらですね、介護が必要な
認知能力が低下してる方だとですね、もう全くそこがに誰かがいるんじゃないか、ずっと話し相手になってくれるっていうことで、逆にボケ防止になるんじゃないかっていうようなことも、もうこれ今すぐ僕使えるんじゃないかなと思ってます。このためになんか子供を作ってですね、 AI にずっと教育させるみたいなことだって可能なんじゃないかなと思ってます。まあ、そんな話をですね、うちのオンラインサロンの教育事業グループ、こっちは HIU の方ですけど、坪田信孝さんと教育にどうやって応用できるんでしょうかみたいな話をね、投げかけていて、それで、まあ、話をしてたんですけど、例えばですね、雲はなんで白いのっていう質問を例えば子供がしたとして、まあ、大抵の親は、うんとなんでだっけっていうのと、まあ分かったとしてもそれを分かりやすく子供に説明することってなかなか難しかったと思うんですよね。水滴だったりとか、もう中には氷結した水がですね、まあ、氷の状態になってるような微粒子がに反射をして、白く見えるんですみたいな話とか、まあそういったのをですね、GPT 3.5 のチャット GPT でも答えてはくれるんですけれども、これを子供に分かりやすく、幼稚園児でも分かるようにっていうふうに言ったら、 3.5 の時はですね、その意味が分かってなかったのか、回答に なってなかったんですけど、4でやるとすごく分かりやすく、簡単な言葉を使って雲が白い理由を説明してくれたりとかするんで、もうそんな感じになってきてると、もうそこまで近づいてきてると。よくこれは人間の振る舞いを真似してるだけなんじゃないかっていうふうに言ってますけれども、我々そもそも親とか社会にいる大人たちの言動を真似して覚えていくわけじゃないですか。多分喋ってる時、例えばオチのない女子会みたいな話って、ただ言葉のキャッチボールで両者でツボ押しをし合ってるみたいな状態なんで、ほとんどこれ無意識なんじゃないの、 AI とかあんないんじゃないのという話で、これなんかもうそれこそみんなの話を円滑にするための AI ボットみたいなものを一個置いて、 Amazon エコーみたいなの入れとくとですね、みんなのなんか話をですね、円滑に進めてくれる、なんか会議の幹事みたいな、合コンの幹事とかですね、バラエティ MC ですね、話を回す MC さんとか、こういったものってのはもう一発でこの GPT-4 レベルになるともう置き換えられてくるんじゃないかなというふうに思ってます。さらに、まあ、短期記憶レベルで言うと、まあ、人間の子供ぐらいの短期記憶レベルまではもう到達してると思うんで、あとは、まあ、お金を払ってですね、専用のメモリースペースっていうものをですね作ってあげると、長期記憶にある程度その短期記憶を残すようにすればですね、もしかするとですね、完全にこれもう人間ある程度忘れる能力まで全部入れて実装すると、まあ、一つの人格作れるんじゃないかなっていうふうに思います。今ちょっと利用料金が高くてですね、東京あたりの課金になってるわけですけれども、これ普通に例えば1分間、そうですね、30秒に1回ぐらいレスポンスをする、まあ、ずっと会話を1日中し続けるみたいな絵を24時間365日会話し続けると、月々300万ぐらいかかるって試算もあったりするんで、まだまだ利用料金高いんですけれども、これもですね、どん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 安くなってくるでしょう。